はい、どうもこんにちは、松井塾の松井です。さあ、行きましょう。今日のテーマはこちらということです。活動管理は無条件で金。エレベーターの保守や、消防車へのお金がケチるとかないやろって言われてた。はい。いうことになるわけですね。はい。活動管理はもう無条件でお金出しますっていうね。はい。で、エレベーターの保守や消防車へのお金はケチるとかないやろって、そんなことしたら大変なことになるでしょって。人命が大変なことになるでしょって話です。はい。ということで今日は行きましょうと。今からありえない話しますがということになるので、いや、今日の架空の話として皆さん聞いておいてほしいんですけど、実はヨーロッパとかアメリカとかやったかな。ヨーロッパとかアメリカでは実はこの手のケースっていうのが先に進んでしまっていて、まあ、日本でもこういうのが多分入ってくるだろうってのは、入ってきてるケースもあるのかな、入ってきてるケースもあるのかなっていう感じになるんですけど、いうことになります。なので、まあ、これは、架空の国、松井国でのお話ということにしときましょうということです。はい。で、二つ目なんですけど、まあ、今日の動画をちゃんと最後まで聞いていただいてですね、皆さんが覚えておいてほしいのが、公金を不正に使わせないということがいかに大事かということなんですね。で、右とか左とか関係なくこれは大事なんですよっていうことなんですよ。いいですか？で、完全に不正がなくなるということはないです、これ。まあ、でもこれはまあ、ちょっとお金の無駄遣いしてるかなっていうけど、まあ、しゃーなくねみたいな。それはあるんですよ。それどうしても無理する。そんなね、全部きっちりきっちりやったらね、きっちりきっちりやってね、うまいこと世の中動きますって言うんやったらね、人間の社会ちゃうからね。ロボットかなんかの社会になるんで、そんなことはないんですけど、いうことは大事ですよ、ということですね。で、ちゃんと選挙に行くっていうこと。これ選挙に行くということ。右の思想なんです、左の思想なんです。関係ないです。はい、関係ないです。で、右の思想やったら右の思想として政治を選ばなきゃいけないし、左の思想やったら左の思想でやらないといけないです。はい。で、まあ別に、まあ私はどっちかとリベラル側ではないんで、あまりリベラル側ではない。まあリベラル側でもないってもちょっと変な話なんですけども、まあ左側の要するに政治側の人でもですね、ちゃんと要するに仕事やってる方はいます。はい。ちゃんとやってる人はいっぱいいます。はい。生活保護を受けなきゃいけないんですっていう人をいち早く聞きつけてですね。よーし、とんのーとかね、手続きめっちゃ早いですな、みたいな話ですね。それを不正にやっちゃってるっても多分あるでしょう。はい。だからその人がですね、不正を目的にもっぱらやってる政治家やったらあかんすよ。そのもっぱらやってる政治家やったらあかんすけど、そうじゃなくて、ちゃんと要するにそれをやらなきゃいけない、こういう手続きがあるんだよ、こういうふうにやらなきゃいけないんだよっていう話はあります。はい。これは私も要するに祖父とか祖母なんですね。はい。マイナンバーとかの要するにところで、まあやるっていう風になるんですけど、まあ腰を上げるのがまず重い上にですね、何やっていいか分からへんからっていう感じになるんで、まあ、帰省の時とか、たまに帰った時でやったりしたっていうのは、やったりはします。はい。私がですね、こう、カチャカチャやったりっていうんで、やったりとかはします。はい。いう感じになってくるので、そういうのは全部あるんですよね。その、若ければ、そんなに大したことはないのかもしれないし、できる人にとっては、そんな大したことじゃないっていうふうに思うかもしれないけど、役所の手続きとか本当煩わしいので、そういうのやり方がわかんなくてって困っちゃう人たちっていうのは一定数いるわけなんですね。はい。ですが、はっきり言います。これは右左関わらずなんですけど、地味に頑張っている政治家ほど評価されません。選挙ではそこそこ強いんですけど、ネット空間には出てきません。なんでか、はっきり言おう、ネット空間でなんで出てこないかっていうと、目の前のことを要するにやらなきゃいけないってことで仕事してるときに、そんなに朝から晩までツイッターできるわけないやろっちゅう話。YouTube なら俺もわかるで。俺のね。YouTube とか、そういったらわかるの。こういうふうにやりますっていうような話になったりします。そしたらやっぱりリプライ取れないです。ね、評価も表示もされてません。そうか、これええことがいいんやけどなーって表示回数57かと、私も要するに北から南までいろんな地方議員の要するにところとかでこういう風にやってますとかに調べたりとか見たりとかしてます。はい。そっか、ええことはな、水筒がいいんやけどな、57人しか見てないなこれ多分なって、まあそのうちの俺か一人俺かとかにね、あります。はい。誰がどうとかこうとか言ったら、後で不祥事起こったり問題起こった時に俺まで飛び火してくるし、逆に俺が何か言ったことによってそっちに飛び火するんで、具体名は言いませんが、具体名とかは言いませんけど、はい。私から見てね、そういうのはありますよということです。はい。というわけで今日は行きますということなんですけど、今日はですね、皆さんね、はい、覚えておいてください。地味な仕事こそ大切なんですということですね。はい。ね、地味な仕事で一生懸命頑張ってる人たちに、皆さんもう少しね、胸張っていただきたいということなんですよ。はい。
私もね、言いたいんですけど、皆さんが要するに卑屈になられればなられるほどで、私もね、大きな声で言えません。はい。うん、顔を大にして今日は言っていきたいと思います。はい。では、まずそこで、政治のいろはのいいということになるんですけど、これは学校では習いませんし、教育者が言ったら頭おかしいやろ、こいつってことになります。まず大前提として、こちら、利権はあります。はい。はっきりと言います。利権はあります。はい。綺麗事だけで政治は動きません。動くんやったら楽です。高速道路引きます。立ち退きお願いしますって言います。はい。松井くんが行きましたって。とか、ばあちゃん、なんとかよ、そこどいてくれや、頼むわ言って話して、ね。頭下げまくって、おばあちゃんお願いしますって言ったら、あおばあちゃんが、あ松井くんがそこまで言うんやったらな。ええやろ。どいたろつって。で、おばあちゃんが、あの人はええ人やから、どいたってなって、どうも。すみません、ありがとうございます。あ、どうもすみません。ありがとうございますって。裏金を何にも配ることなくですね。立ち退きがすべて完了いたしまして、無事工事が着工し、速やかに事故が起こることもなく終わりました。あるか？あるか？なあ、ね、実際起こるのはこんな感じや。まあ、違ったらごめんなさいね。そういうんで行政の役所のことでやってる方、公務員の皆さんの中で松井君に実際はこういう部分ありますってある方いたらコメント書いてほしいんですけど、実際はまず立ち退きの要するにところの区画っていうのがありましたっていう風になりますって、そうするとみんなで要するに立ち退きのためにお願いしますっていう風になるんですけど、大体一人トラブルメーカーがいます。はい、これは建築業界とか公務員とか関係なく大体一人か二人は絶対トラブルメーカーがいます。お前そのタイミングでそれ言ったら向こうカチンと来るん分からんかみたいなことを言うんです。そうすると、今までは要するに、丁寧に要するに立ち退きましょうっていうふうに言ってくれてたんですけど、なぜか、あいつだけはムカつかんから俺は絶対立ち退かんぞってブチ切れる人がいます。とか、立ち退き料を要するに、粘れるだけ粘れるようにというかね、立ち退き料をできるだけ引き上げるだけ引き上げたいという思惑の人が、もうひたすら粘ってくるとか、そういういろんな人がいるっていうことなんですよ。このいろんな人がいますっていうことが大事なんです、皆さん。これがほんまのダイバーシティですよ。多様性っていうね。あんま嬉しくない多様性かもしれないですけど、ということになると、納期が必ず遅れてきますよということになります。はい。ああいうことになるわけですね。はい。そして、三つ目、最後ということなんですが、公共事業にしろ、保守メンテナンスにしろ、無駄はあります。ね、いいですか？私も要するに無駄がすごい嫌いな人なんで、あれなんですけど、携帯は壊れるまで使いますみたいなね。人ですよ。パソコンも壊れるまで使いますみたいな。まだ使えてるじゃんって大丈夫じゃないって言って、パソコンも要するにできるだけ長いこと使ってます。何十年というふうに使ってます。私も携帯とか10年単位に大体使っていくっていう感じになるんですね。はい。いう感じになります。最近はその YouTube 活動とかやってるんで、スマホの買い替えとか iPhone の買い替えですね。iPhone の買い替えはですね、1年単位になって、使わなくなった iPhone とかは基本的には中古ショップに持っていくみたいなことはしてますが、基本的には無駄がないようにっていう感じで、要するに物を使ってます。携帯に関しては10年やって完全にぶっ壊れたんで、持ってきましたって言ったら、はい。よく綺麗に、ここまで綺麗に使っていただきましたねって言ってね、すごいですね、みたいなことは言われましたが、それをエレベーターや消防車でやるか？なあ。消防車がぶっ壊れるまで使いますってやる？まあ、消防車でバーってやってました。よし、消防車はちゃんとね、無駄のないようにね、ぶっ潰れるまでちゃんと使わなあかんな、つって、いざ要するに、どっかの地域のところで、大火災が発生しました。大きな事故が発生しました。すいません、つって、どうした？消防車が壊れました。シャレにならんでしょって。だから無駄が発生するんだよってことなんですよ。じゃあ、保守メンテナンスもええよってこと。10年で要するに、じゃあ、エレベーターの保守メンテナンスと部品の交換とかしないといけないですよねって、そうだねって言って。でも多分部品交換しなくても、まあ壊れる確率は多分 1% ぐらいで、まああと10年ぐらいはまだし何もせんでもええんちゃいますか？うん、そうだねって。じゃあ保守メンテナンスしないでおこう。死んだらどうすんの？死んだらどうすんの？ 1% 引いたらどうなる？もう一つ言うと、その 1% 引くかもしれないってみんなが思い出したら、エレベーター使い物にならんでしょ。みんな階段使う。松井くん大体階段使うの大好きなんやけど、確かに。エレベーター壊れるの嫌なんで、エレベーター壊れるのが嫌なんで、基本的にできるだけ階段使いたいもんなんですけど、はい。いう感じになるんですけど、はい。うちの親にもそうですね、どっちかっていうと。はい。エレベーターが要するにありますって言うと、階段がありますって言うと、エレベーターを信用してないので、やたら階段使いたがるっていうケースがある。それでも何回かは乗りますからね。毎回そうだっていうことではないんですけど、はい。いうことになるわけです。で、
公共事業にしろ、保守メンテナンスにしろ、何も起こらないければ、平和に無事に物事が進んでいきます。はい。だから評価がされないんです。いいですか？ね、何でしょうか、変な話なんですけど、ね、ワンピースは敵が現れるからヒーローが生まれてるわけなんです。いいですか？スーパーマンは敵が現れるからヒーローが分かってるんです。じゃあ現実の世界の中で敵って何ですかってトラブルなんです。トラブルが起こりました、それを解決しましたったら英雄なんです。でも世の中の 99% は敵が現れないように保守メンテナンスするのが仕事なんです。はい。誰も見ないでしょ？ワンピースが第1話って。第1話って。大阪から要するに東京まで海運が行ったって言って、特に何も起こらなかったって。第2話って。今日も帝国通りに大和運輸が要するに時間通りに物を配達しました。誰見るん？俺は見るけどな。面白いなっつって。はい。はい。なんか、滞りなく要するに物事が進んでいくなって楽しいなっていうふうに思いますけど、そうはならないわけなんですよ。そう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 。だから、要するになんか、YouTuber とかで、なんか、過激なことやってみたりとか、要するになんか、はっちゃけたことやってみたりとか、普段は人がやらないようなこととかっていうのが、エンターテインメントの世界の中では確かに受けます。が、世の中の社会の仕事ってそうじゃないよねってことです。はい。でも、これを無駄だって言って騒ぎまくるような人たちって結構な数いるんですよって話です。はい。だから俺もね、お前、建設業界の人とか、公務員とか、言うべきちゃうかなと思うんですよね。まあでも言ったらクビになったりなんやかんやしたりするからね。俺が言うしかないんか。俺みたいなのが言った方がええのかな。はい。だからでも俺が言ってもそのインフルエンサーじゃないから、俺も全然頭がいいわけでも、その全部要するに業界の裏事情全部知ってるわけでもないから、憶測で全部喋っちゃってるから、一応その業界誌とか読んだりはしてますよ、たまに。けどね、そうじゃないから、あくまで違うものがあったら皆さんもコメント欄で違うよっていうのは、言ってあげてくださいということです。はい。で、ポイントになるんですけど、これ、松井国にですね、うさんくさい要するにですね、政治家が現れております。はい、こちら。私はクリーンです。私はクリーンなんです。みたいなね。はい。クリーンな政治家。ね、私たちは、ね、道路や公共事業、そういったものばっかりをやるんじゃなくて、人々のために政治をやっていきたいと思います。男女平等。そして、美しい自然。ストップ少子化。なんか、どっかの国に聞いたな。SDGs とか言ってね。はい。これなんか SDGs とかでストップ少子化とかなんかどっかの国で聞いたような話でもあるんですけど、はい。なんですということになります。で、この人たちが、いいですか？この人たちが公共事業や保守メンテナンスに必要なお金を削って、いいですか？削ってバンバン削っていったりして、ようわからん団体やようわからん金の流れをするんですよ。いいですか？ここで皆さんも覚えておいてほしいんですけど、本来活動家っていうのは、まあ要するに、活動家っていうとちょっと違うかもしれないけど、なんて言ったらいいのかな。まあ活動家でいいのか、労働組合とかっていうのはあるんですけど、労働組合が、ちゃんとしている労働組合もあります。で、そういった人々が、要するに、結成して、これは死人がたくさん出るからって法案を変えたこともあります。ね。で、要するに工場法の改正であったりとか、労働者の安全な要するにことをやってきますってことで、きちんとやってたこともあります。この人たちが今一生懸命頑張ったおかげで、今の世の中がある部分もあるんですが、今最近問題がなくなってきたせいなのかなんか知らないんですけど、あのね、金だけもらってね、ちゃんとね、活動をしないっていう人たちが多くなってるんですよ。はい。金だけもらって、なんかよくわからん活動をして、なんかお金くださいみたいな団体って増えてきてしまってるということですね。それは私の体感値ですが、はい。っていうことになります。で、ここに流します。はい。これ少子化のためになりません。美しい自然環境を守るための行動になりません。本当にその美しい自然を守るために何かをしてくれるんでいいですよ。水を清潔にするとか、今時水清潔にしたところでってあるけど、はい。男女平等ですって言って、女性が働きやすいように、なんかこう、いろんなところを要するに、託児所として開設しやすいようにするとかね。そうやったら全然いいんですけど、そういうふうにお金を使われるためにお金を引っ張ってくるわけではないんですね、ってことです。はい。だから、ようわからん団体、ようわからん金をバンバン要するに流していきます。で、要するに票を要するに集めていきます。ね。で、こういうわけです。私がクリーンで政治活動にお金がかかるなんてわからないです。そりゃそうやろ。お前だって団体と票持っとるやん。団体票持ってるよね。組織票持ってるやつが、お前それ、次やって、だいたい 25%、例えば地方政治だったりしたら 15% から 20% 確実に固めてしまえば、極端な人が組織票 10% ぐらいに持ってれば、まず受かります。
はい、まず受かりますっていうことになるでしょ。ってことになったらこういうふうになるわけです。だから続けないよね、生徒。これ続けるやつおる？続くやつ松井くん並みやで。人々のためにとか男女平等とか美しい視点とかストップ少子化って、この時代にやで、この時代にやで。何お前眠たいこと言うてんの、人々のためにとか男女平等とか美しい視点とか、お前らって嘘ばっかりやろって。いや、我々はですね、こういうふうに予算取らないです。どうせお前変な団体に金流してんちゃうんですかって、俺そこの団体のやつに、どこに、団体の名言ってみろや。なんで団体に金流したの、お前男女平等になんだよ。とか言います。そんなん言ったら、この教師は問題発言が多いとか言って、江戸川区の厳重注意教師だとか言う、流れますよ。流れてますけど。流れてますけど、ってなるでしょって話。よう怖いから、よう言わんでしょって話。だから、こういうのが一緒にのさばってしまいますよっていうことになるんですね。はい。っていう感じになってくるわけです。はい。では、順番にやっていくんですけど、はい。ここがポイントになってくるんです。で、これ、組織票 10% ぐらい握ってしまえば、もう大体もそれで限り勝ちます。はい。で、そこには金流れてるわけだから、金もらっている人たちからすると、まあ、10% ぐらいは、その、利権に預かれますっていう人たちは、そういう人たちは積極的に行きますよねって。はい。ここで問題なんですって。私が投票率は上げろ、上げろ、上げろって言ってるのは、そういうことなんですけど、いいですか？公金を不正に使わせないよって言うんだったら、投票率を上げるだけでも効果があると言ってるんですよ。はい。そう。だから、受からせちゃいけないやつを落とすっていうのが、まあまあ、今更さんが言ったのも、まあでも分かりやすかったんで、すごい、ああ、そういう考え方ねって思ったんですけど、まあ私が言いたかったのはこういう感じなんですよ。はい。投票率を上げるだけでも意味があるって言ってるのはそういうことで、つまり、100% のやつが、要するに、選挙に行きますって言ったら、少なくともその政治家は 50% の国民を見なきゃいけないという。ところが、投票率が 20% しかないですよって言ったら、10% の国民だけ見てたら 100% 通るんですよ。そう、だから 10% だけ確定、要するに固定票として取ってしまえば、絶対勝つよっていう選挙と、50% 要するに取らなきゃいけないですよっていうような話だと、違ってくるでしょって話です。50% の人にそっぽ向かれたら、要するに選挙に落ちるなってやったら、誰か一人が、例えばその地域に対して、おい、これ、公金の不正に使われてんちゃうんですかってなったら、不正にお金が使いにくくなるようになるでしょって話ですよ。はい。いいっすかって。はい。だから、一緒なんですよって話です。これ逆の場合も一緒ですよ。公共事業で要するに無駄が発生します。もちろんメンテナンスにありますって言うけど、50億かかるものに対して、いいっすか、適正価格が50億になるんが、その、なんやかんやで、その、55億円ぐらいで談合して要するに成立しましたって、俺も全然わかるんですよ。ね。インフレとかデフレとか、資材調達費とかが変わったりとかするんで、10%、20% 上振れするっていうのやったらわかります。ところが、50億で公共事業やってますって言って、100億円でやって50億円懐に入れましたら、それは腐ってるやろってやつ。例えばね。例えばね。2倍ふっかけましたって、お前それはあかんやろってやつ。うん。それはどこまで適正かって難しいところではあるけどね。はい。こういう時は、100億になっても仕方ないですよっていうのもあると思う。実際、倍になる時もありますとか、人がまず要するに今やりませんとか、今だったりしたら人手が不足にしてるから、その倍でもひょっとしたら足らんかったりするケースもある可能性はあると思ってます。はい。それは状況によって変わってくるけどね。正しさっていうのはね。はい。ただそういうことだよっていうことです。はい。いいですか、皆さん。はい。でも、これ本当にはっきり言いますけど、なかなか崩せないですからね。なかなか。テレビとかも予算持ち上げますよ。新聞とかも予算持ち上げますよ。だって気持ちいいもん、これ。こういうこと言ってる政治家って、ものすごくテレビとかで使いやすくない？ものすごく新聞とかで使いやすくない？ものすごく要するにツイッターのインフルエンサーとか、YouTube とかに使いやすくないですか？企業広告でも一緒でしょって。クリーンなイメージついてる YouTuber と、ね、マジ先生みたいな変なのと、どっち企業使いやすいですかって話です。はい。まあ、私も要するに松井さんが要するになんか企業の広告で使いたいんですけどって言ったら多分断りますよね、一回。お前延長するぞって言って。大丈夫かって言って。社長の子ここちょっとばっかり言ってないから大丈夫かっていう。はい。いう感じになるんでね。インフルエンサーで松井さんこの商品美味しいかどうか食べてみてくださいって言って、自由に結構に 何言ってもらっても構わないんで言ったら、俺一旦確認取る。社長ほんまにやるの大丈夫ですかって。もう一回言いますよ。社長、ほんまに頭大丈夫ですかって言うね。いや、大丈夫ですって。いや、江頭さんのところの頭とは意味違ってきますよって。ほんまに頭大丈夫ですかって。病院行った方がいいですよって。ありますよ。よろしいですか？はい。ということですね。ただ、まあ、そのリスクを背負ってでも、ここは現実を話す教育チャンネルなんで、はい。私は現実を話すべき立場の人間と思って、動画撮ってますんで、現実をしっかりと見てね、どういうふうなことが問題になるのかなっていうことを考えていきましょうということです。よろしいですか？はい。
というわけでね、まあ、保護者の皆さんにもお願いなんですけど、子供が公民に興味がないよとかいう場合があったりしてね、まあ、私のように生徒なんだとしたら、ちゃんと公民はこうこうこういうんでっていうのはちゃんと話しますけど、こういうことはね。その項目と関係性があるんやったらね。はい。と、同時に、まあ、子供さんたちも、子供も一緒ですね。さあ、目の前の、要するに、正月だったりとか、クリスマスだったり、夏のゲームが気になることはわかるけど、死ぬとどっちが嫌ですかって話です。エレベーター乗れなくなりますよと、道路通れなくなりますよと、そしたら要するに君の好きなところに行けないですよと、君の要するに遊びたいとか遊びに行けないですよと、ね、ダウンロード販売中の Wi-Fi とかくっちゃくちゃになって、要するに、インフラ整備ができなくなりましたって言ったら Wi-Fi でゲームできなくなりますよってことです。友達と LINE できなくなったりしますよということですね。はい。よろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。まあ、少しでもいいので、ね、皆さん少しでもいいので、こういう要するに政治のことであったり選挙のことっていうのは、ちょっとでもね、考えるようにしてください。